もしもし、聞こえてる？聞こえた？うん。なんか最近さ、なんか最近でもないけど別に、なんかたまに Wi-Fi がさ、なんか接触不良みたいな起こして、なんか使えなくなるんだよね。だからそういう時は携帯から飛ばしてます。なんかさ、今エクステつけてんだけどさ、この家の私の髪の毛の抜けやばい。なんかほんとやばい。今エクつけて2週間ぐらい経ちましたけど、やばいですね。なんかさ、お風呂上がり、あ、そっか、独り言喋ってましたね、これもちょっと。なんかお風呂上がりなんだけど、今なんかさっきまで暑くて、暑いと思いながらさ、なんか今なんかあんまほぼなんか布着てないんですけど、なんていうの、肌着ぐらいしか着てないんだけど今。なんか一気に寒くなった。なんか寒いってなってますよ、服着よう。エクステは着れないんだけど、あ、そう、着れ、なんか抜け落ちる髪の毛が、なんていうの、取れたりはしないけど、なんかほんと、なんか櫛絡まりやすいから、エクステってなんかこう櫛でブラッシングするとなんか抜けちゃう、一本一本一本ずつ。っていう感じです。束は取れない。なんか本当に髪の毛が取れるって感じ。例えばさ、たまにブラシ、女性とかは分かると思うけど、ブラシしたら髪の毛抜ける時あるじゃん。もうそういう感じで。抜けちゃうっていう。感じですね。なんかさ、さっきふと思ったんだけどさ、まあなんか男性はまた話が違ってくるかもしれないけどさ、なんか必ず、まあ大体の人は絶対一日に、まあ、最低でも1回はお風呂に入るわけじゃないですか。でさ、なんかお風呂好きはさ、なんか別ね、お風呂好きはいいとして、なんかお風呂嫌いな人からすると、なんかお風呂入ってもなんかスキンケアとかドライヤーとかもなんか完了するまでに1時間かかるわけじゃん、女性って。髪、男性はさ髪の毛短いからあれだけどさ、女性とかだとさ余裕で1時間かかるわけじゃん。で1日24時間あるうち、まあ、8時間寝るとして、まあ、8時間働くとして16時間でしょ。
で残り8時間まあ例えば自分の娯楽があったとします。まあ1時間はなんか朝の準備とバタバタして抜いたら残り8時間ってわけじゃん。あ、間違えた、残り7時間か。残り7時間しか自分の自由時間がないのに1時間お風呂に時間を割かれるってなんか嫌だなって思って、すごいなんかなんだろう今あ、だからお風呂好きは別としてね、お風呂嫌いな人からして、お風呂嫌いっていうかなんかお風呂入ってる時は好きなんだけど、入る前と入った後のこのドライヤーとかで乾かす時間が嫌いなんですよ私は。なんかお風呂ってすごいなんか1時間ぐらいかかるのなんかやだなってなんかさっきふと思いましたすごいせっかちみたいな発言ですいません。ね、人生死ぬまで何時間入浴してんだろうね。それはマジで思う。まあ、お風呂好きは別だよ。お風呂好きはだってさ、一日にさ何回もさお風呂に入る人もいるわけじゃん、まあ、そういう人は別、サウナとかさ好きな人とかいるじゃん。そういう人はね別です。っていうお風呂足伸ばせる？足伸ばせるってどういうこと？湯船で伸ばせるのってこと？私湯船入んないからな基本的に。なんかさ、でも話したと思うけど去年のいつだっけな、9月ぐらい10月ぐらいか、去年の10月ぐらいに初めて温泉に行ったんですよ。初めて友達と4人で温泉に行ったんだけど、なんか初温泉だったの。でそう、初めて温泉行った。どこ行ったっけな、静岡の伊豆だっけ、熱海だっけ、なんかその辺に行ったんだけどめっちゃ気持ちよかった。でも私暑いの苦手だから全然なんか長く風呂温泉には入ってられなかったけど、でもすごいね、なんか
海のなんか本当になんかワンチャン見えるんじゃないみたいな、なんかところになんか海に温泉があって、そこがでもなんか見えないらしいんだけど、ちゃんとなんかやられてて、けどなんかそう海に海が温泉になってるとこがあって、なんか調べてみて多分出てくる、静岡海、海が温泉みたいな、気になることは。なんかでもちょっと恥ずかしかったよね、なんかもしかしたらなんか船とかがさあったらさ、漁船みたいななんかとか見えるわけじゃん、お風呂入ってるのが、船の人かしたら多分なんかその車のその車からとか見えないよね、多分走ってる車からとか、なんかそのホテルの上からとかは見えないと思うんだけど、なんか船からだと見えるなって思って、なんかね一つ船があったのそこ、その時あそこから見えてたらやばいなと思って、感じでした。そうでもね、それ一回温泉行って、でなんか家族で大阪行った時になんか大阪のホテルの温泉入ってきなよって親が言ってくれて、なんか大阪の、まあ、なんかユニバの近くのホテルに泊まったんだけど、そこの二十何階ぐらいの温泉に一人で入って、めっちゃ気持ちよかった。なんかその温泉がなんか入った後になんかビールかハーゲンダッツがなんかもらえるんだけど、私ビール飲めないからハーゲンダッツもらったのね。ハーゲンダッツめっちゃ美味しかったその時のハーゲンダッツ、その時食べたハーゲンがっていう話でした。でもそこのね温泉ね、なんか誰でも入れる温泉、なんていうの、その泊まった人誰でも入れる温泉じゃなくて、なんかそのプラスなんか2000いくらかも、3000円ぐらいかかるところで、なんかあそれは誰でも入れるとこじゃないんだと思って、そうだからそのハーゲンダッツも実質この3000円の中に含まれたなんかやつだから、なんかサービスとかじゃないんだよね。貸し切り風呂じゃない、なんか普通になんか誰でも入れる、お金払えば誰でも入れる感じのところでした。ごめん今洗濯機回してるからちょっとうるさかったらごめんね。そう大浴場、要は大浴場です。
浴衣着たっけな、なんか浴衣っていうか、あ、どこ、あ、なんか伊豆かどっか、伊豆じゃない気がするの、どこだろう、熱海かな、ここ忘れちゃったけど、そこ行った時はなんか服の上からなら着た、まあ、T シャツ短パン着た上から浴衣着ました、なんか浴衣だけは着てないかも。なんか私さ、何か履いてないとなんか寝るときなんかダメなんだよね、なんていうの、なんかワンピースで寝ることないけど、なんかそういうので寝るときなんかちゃんとなんかインパンって言われる、なんていうの、なんか黒い、なんだろう、パンツが見えても大丈夫なような黒いやつとかなんか履かないとダメなんだよね、スカートとかワンピースとか履くときとか、まあ、あるいはズボン、そう、なんでいつもミセパン履いてるのってたまに言われる、なんかどんな時でもミセパン履いてる、いや例えばなんだろう、ちょっとまあなんかさすがに長ズボンとか履いてるときはやんないけど、なんかショートパンツとか履いてるときでもなんか見えたら危ないなと思ってミセパンを履いておるのですが、そう、なんかねミセパンね履かないとね、なんか落ち着かないの、気持ちが、気持ち的に自分のミセパンがすごく大事で、でもな、アイドルの時からの習慣じゃないんだよね、なんか小学校5年生からなんかずっと履いてるミセパン、なんか私の記憶上ではなんかおばあちゃんに相談したことがあって、なんかそしたらじゃあこういうのがきっとあるはずだから買いに行こうって言って買いに行ったのがあれかな、初めてかな、そう、そっからなんかどんな時も欠かさずインパンを履くっていう子になりました。そうだから多分ね、なんかいつまで経ってもインパン履いてそうって思う、なんか30代になっても40代になってもインパン履いてると思う、寒くなってきた。なんか最近はめんどくさくて、なんかでもお腹なんていうの、腹巻きじゃないからなんかお腹
お腹どうこうとかじゃないかも。ちょっとドライヤーします。夏祭りとかの浴衣でも下の偽パンとか T シャツとか着るの。あ、でも浴衣着るときはあれじゃない、なんか浴衣の浴衣着る前になんか着る白い肌着みたいなのがあるから、それなんか T シャツとか着付け行ったときとかなんか着させてくんないよね。なんか着崩れしちゃうからとか、形が綺麗に見えないからとかで、なんか貸してくれない、なんか貸してくれない、着させてくんないと思う。けど店パンは履くよ浴衣でもね。だってなんかどこの誰がなんかどこの誰に見られるか分かんないですから。一応ね店パンは大事です。マジで店パン大事。なんかたまにさ、なんか店パン履いてない女子とかさ見るとほんと心配になる。なんか店パン言わないですけど、別になんか店パンは絶対履いた方がいいよって思いながらなんか勝手に心配してますね。女の子の店パン履いてない女の子の心配は。髪なんとか乾いたかな。今日からまた月曜日だね。
でも2月ももう今日明日で終わりだね。なんか最近日付感覚ないからあんまりあれだけど、2月ってさめっちゃ短いよね。なんか3月になったら感じるのかな。もう3月なんだって。ね、ひな祭り、ひなあられ大好きだから、ひなあられ買わないと。ひなあられってさ、スーパーとかに行かないとあんま売ってないよね。なんかコンビニとかで入手しづらい。そう、あとランリーのお誕生日もあります。3月は、あんまない。てかなんか今何月でもない私の中で。やばいね。何月にも感じてないラリルレさんがいます。本当に こうやって気づいたらなんか30歳とかになってるんだろうなって思うとマジで恐ろしい。何か欲しいもの、今リアルに欲しいのはパソコンが欲しい。自分のタンプレにパソコンが欲し買おうかなって悩んでおります。なんかこまごまとした欲しいものはたくさんあるかも。でもだからなんかモバイルバッテリーとかなんだろう、あとはカーペットとか、なんか今物欲爆発してます。マックが欲しい。そう、今日もまかないです。土日はお休みだったんでね、今日からまた頑張るってことですね。家も欲しい。でもさ、なんかさ、私さ、家とか見るの好きだからさ、たまに考えるんだけどさ、家欲しいって言ってるけどさ、どこに家買えばいいんだろうと思って。なんていうの、私は沖縄の人じゃん。沖縄に家も欲しいなって思うけど、沖縄に別になんか今帰りたいみたいな欲ないから、
まあ、家族にプレゼントしたらいいのかな。もうなんか沖縄にも家欲しいし、なんかこの辺にも欲しいなって思うけども、なんか東京って高いじゃん。じゃあ東京で家建てる人ってさ、なんか何を基準にさ決めるんだろうと思って、なんか僕私はここに家を建てますって、何基準で決めるんだろうね。だってさ東京もさ東京で一応広いじゃん。なんか 区の中かそれか、まあ、市もあるじゃん東京って、なんとか市なんとか市って市に建てるのかか、別に東京から外れた方が少し安いじゃん、神奈川とか千葉とかそちらへん、そちらへんに建てるか。なんか難しいよね、だからどこに建てるんだろうと思って、こう何を決め手に決めるんだろうと思って。なんか東京とかだったらさ世田谷がみんないいとかって言うじゃん、なんか一軒家、世田谷とか目黒とかがさ一軒家にとか建てるんだったら、何基準でみんな決めるんだろうねと思って。最近思った。私はどこに住もう、どこに、でもさ港区ってさ一軒家って あるの？あると思うけど、なんか港区ってすごいマンションのイメージだから、なんか一軒家がある感じあんまない。 あるんだ。あー白金、 あそこら辺でもあんま港区感ないよね。白金高輪とかその辺でしょ。そっか、白金台ってほぼ品川寄りだよね。生きてれば一度はタワマンとかは住んでみたいな。どうなんだろうタワマンって。いやでもいや結構せっかちだからタワマンとか向いてないんだよね絶対的に。エレベーターとかでなんか嫌になりそう。何まだ来ないのみたいな。白金台は高級住宅街ですよ。あそうですよね。白金台はなんか何回か行ったことあるけど、この辺大学もあるしなんかいいよね治安。
放送会にあんま宿泊したことないけど、でもなんか別に、なんか、ああ綺麗だなーって多分その時は思ってるだろうけど、なんか今そこまでなんかピンとこないから、あめっちゃ良かったなーとか思わないから、なんか割となんか どうでもいいじゃないですけど、なんかそこまでかも。なんだろう、うわめっちゃこういうとこ住みたい、あでも思ったことあるかな、でもピンとこない。私なんか強く思ってることは結構割となんかいつまでも残なんだろう思強く思う思ってるから、多分そこまでだったかも。なんかでもああいうとこってたまに泊まるから、たまになんかこう贅沢なことできるからいいのかね。だからさ前も言ったけどさ、いやだから低層マンションに住みたい、アンチン坂とか、なんかすごいさ、なんかいいじゃん、南青山とか、南青山だっけアンチン坂って、なんかリラが住みたいって思ってるあの、あるんですよ住みたいと思っているあのエリアがありまして、知ってる人は、ね、知ってると思うんですけど、アンチンジャ、サザエ家とマルちゃん家、え、サザエ家サザエ家、わかんない、なんかサザエ家の方がなんか広く感じる、広い家がいい私。え、アンチン坂ってあるんですよ東京に、なんかすごい高級住宅街が、ランリーはそこに住みたいですね、住むなら。まあどっちも広そうだけどね、なんかサザエさん家の方がなんか広そうだ。というかさ、昨日日曜日だったじゃん、なんか久しぶりにサザエさん見たの私、1時間スペシャルやってて、なんか携帯見ながら、携帯いじりながらサザエさん見てて、わあなんか、ああいいねサザエさんもと思いながら見てました。花輪くんって誰だっけ、あ、ちびまる子か、それは。ちょっと歯磨きとか洗濯干しとかがあるのでそろそろ終わろうかな。なんかさ歯磨き、え、待ってやばい、リラ太った、待って20顎できる頑張ったら。やばい、最近さ太ったよな自分って思ってたんだよね。やばい、最近爆食しすぎだから。何部屋欲しいの？ 2LDK に住みたいです。
んかさ、ほんと好きなの私、なんかルームツアーとか見るのとか、もうスーモもなんかすごい見るの好きだし、やっぱなんか 2LDK もなんか部屋多くて、部屋そんなにいらない、あっ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 、部屋そんないらないから、別になんかこう一つは寝室、一つはメイク部屋兼洋服部屋プラス物置みたいな感じで欲しいですかね。あ、洗濯が終わったということで、この辺で終わります。え、まあ、ウォークインクローゼット必須、見ます。13位ライムさん、ありがとうございます。そして12位長崎在住のニアサイジーさん、ありがとうございます。で11位がサルキツさん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして10位がデイトナシックスさん、ありがとうございます。そして9位がミンチャーさん、アットマークリラちゃんが好き、ありがとうございます。8位がガラパゴスさん、ありがとうございます。7位がグアポさん、アットマークグンマニア、ありがとうございます。そして6位がトモカズさん、ありがとうございます。そして5位がチョロさん、ありがとうございます。で4位がトリオジさん、ありがとうございます。そして3位が YK さん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。そして2位が食べ過ぎ飲み過ぎさん、ありがとうございます。そして1位がたやきくん、アットマークリラン中、イエーイ、ありがとうございます。ということで、ランディは今日も今日って頑張ります。皆さんも今週1週間頑張りましょう。ということで、この辺でさよなら、ランディ、バイビー。